さあ始まりました。全国津々浦々探訪、今回から日本中のいろいろな街を回っていきます。ルールは簡単、Twitter でアンケートを取って、行くところとそこでやることを決めていきます。アンケートの結果、向かうのは東海道方面に。投票してくださった方、ありがとうございます。はてさて、この先、どのような旅になるのでしょうか。というわけで、東京駅にやってきました。ごきげんようです、マリさんです。失踪したかと思ったわ。霊夢さんです。本日の目的地は品川、なんですが、ウプ主がふざけた選択肢を入れたので、徒歩で行くことになりました。ツイッターのアカウントが貧弱すぎることを忘れていたわね。いろいろな動画を見て思ったんだが、ウプ主というのは、謎が多いんだろうな。これはウプ主三原則の。マリサは編集の力で消されました。生きてるわ。気を取り直して、東京駅からのスタートです。現在私たちがいるのが、丸の内駅舎の前。今回は、大体このようなルートで、品川に向かいたいと思います。東京の観光名所も回っていくから、意外と良いコースなのかもしれないわね。全部歩いていく人はいないと思うけどな。ちなみになぜ予告編からこんなに時間が経ったのかというと、例の病気と暑さのせいです。本当にあり。今日は気温がちょうど良いくらいで、散歩日和ですね。こんな日に回る東京の名所は、とても楽しいんだろうな。それじゃあ、そろそろ出発しましょう。東京駅の南の端、丸の内南口に来ました。え？京葉線？知らない子ですね。まずは、道の反対側、切手に行ってみましょう。下の方の階は、普通のショッピングセンターになっているのね。そう、でも、ここのガーデンテラスからの眺めがいいから、寄って行こうと思ったんだ。これはすごい。あの広い東京駅の全体が見えるわね。上から見る機会なんか、なかなかないもんな。ガーデンテラスはビルの6階、行き交う山手線、京浜東北線、東海道線と東海道新幹線の様子がよく見えます。普段下から見ている風景を上から見るのは、なんだか面白いわね。これはしばらく楽しめそうだぜ。続いては、東京国際フォーラムにやってきたぜ。イベント会場になっているところね。新宿に移転する前の東京都庁もここにあったんだぜ。ここの通路を通って、有楽町駅の南側まで向かいます。有楽町から晴海通りを通って、日比谷通りを越えました。こちらに見えるのが、皇居外苑。向こう側が桜田門です。そして、晴海通りを渡ったところが日比谷公園。有楽町側の入り口、有楽門は、江戸城の遺構が残っているのね。広い公園なので、少しだけ散歩していきましょう。都心にあるのに、意外なほど自然を感じられるよな。日比谷公園といえば、花壇、綺麗に手入れされた四季折々の花が、訪れる人の目を楽しませてくれます。たくさんの種類のバラが見応えがあるわね。たくさんの水を吹き上げる、迫力の大噴水。噴水のある公園っていいよな。水のある風景っていいよね。
日比谷公園を後にして、やってきました新橋駅 SL 広場。うく主が噴水大好きだということはよくわかったわ。日本の鉄道は新橋駅から始まりました。ここに来たということは、ある意味この企画のスタート地点に立ったと言っても、過言ではないわね。新橋駅近くの、烏森神社、ここはまあ、特には何もなかったかな。新橋から西へ進み、虎ノ門、愛宕神社の鳥居前にやってきたぜ。これが出世の石段、近くで見ると、急なのがよくわかるわね。上まで登ってきました。結構いい運動になるな。ここを上まで登るってすごいわね。見えますか？先ほどくぐった鳥居があんなに遠くにあります。それでは、お参りしていきましょう。あ、猫さん発見。すごいところで寝ているんだな。人に慣れてるな。撫でても熟睡したままだぜ。白い動物は神の使いとされていることが多いから、縁起がいいかもしれないわよ。愛宕神社の弁財天の池は有名らしいぜ。ここの山は、東京23区で一番標高が高いから、この池も一番高いところにある池と言っていいな。昔は東海道線からここが見えたのね。小さな滝みたいになっているのも風流でいいな。そしてうく主が、水が大好きすぎるけん。東京の旅も後半になりました。続いては、こちら。あら、東京タワーじゃない。実は登ったことないのよね。そんな人のために、今回はトップデッキツアーを申し込みました。今から高さ150メートルのメインデッキに上がり、そこからエレベーターを乗り継いで、高さ250メートルのトップデッキに行きます。まずはメインデッキへ。高さ150メートルのメインデッキ、眺めがいいはいいんだが、東京タワーが完成して50年、周りに高い建物が増えすぎたという印象があって残念だな。お台場の方はまだ眺望が聞きやすいからいいものの、西側はちょっと眺望が聞きにくいわね。品川や大崎のあたりも高いビルが多いからな。北西側はもっと高いビルが多いぜ。六本木ヒルズ森タワーや渋谷、新宿の高層ビル群が視界を遮る感じだ。スカイツリーが見えるわね。東京タワーでは電波塔としての高さが足りなくなったから、より高いスカイツリーを作ったんだよな。そうそう、東京タワーメインデッキには、神社があるんだ。東京23区で一番高いところにある神社、らしいぜ。タワー大明神は、アマテラススネオオカミをお祭りしていて、縁結びや学業成就のご利益があると言われているわ。高いところに登る、日なんて、成績を高くしたい人がお参りに来るとか、結構しっかりした神社なんだな。メインデッキからエレベーターを2本乗り継いでトップデッキへ、先ほどまで周りに見えていた建物が、どんどん遠ざかっていきます。最後のエレベーターに乗る頃には、他の建物は下の方に見えるようになるわね。景色がどんどん変わっていく感じ、これがあるから、高い建物に登るのは楽しいんだよな。高さ250メートルのトップデッキ、先ほどとは比べ物にならないほど良い景色です。今ではスカイツリーに抜かれてしまいましたが、都心の建物を全て下に見るこの爽快感は、他では味わえません。メインデッキでは見えにくかったお台場の向こう側や、房総半島もうっすらと見えているわね。こっち側は建物が少ないけど、西や北側はもっとすごいぞ。
まずは品川よりももっと向こう、あれは羽田空港だ。航空燃料用のタンクや管制塔、そして巨大なターミナルビルが見えるだろう。そしてその向こうにうっすらと見えるのが、川崎の浮島あたりだな。次は、品川。ちょうど今、品川駅に到着する新幹線が見えるな。ビルの陰に隠れていた駅や、田町の車庫も一望できるぜ。絶賛再開発中の高輪地区は、これから景色がどんどん変わっていくところね。雲の間から差し込む光が筋のようになっていて綺麗だな。地面の向こうの方、建物の間に輝くのは、多摩川。一番遠くに見えるビルのあたりが横浜。そして、右の方、多摩川のすぐ向こうに見えるのが、武蔵小杉のタワーマンションだな。遠くは霞んでしまっているけど、空気の澄んだ日なら、富士山が見えることもあるらしいわね。北西側、正面に見えるのは、六本木ヒルズ森タワー。その左奥が渋谷。一番高いのが、スクランブルスクエアだぜ。そのさらに北側、密集する摩天楼は、新宿、ドコモタワーや都庁のツインタワーが見えるな。こんなにもたくさんの高層ビル群を越えて、景色を見渡すことができるなんて素晴らしいわね。皆さんも、東京タワーに行くなら、絶対トップデッキ、期待以上の良い眺めを楽しめるぜ。さて、本日最後に行く観光名所はこちら、泉岳寺です。昼にスタートしたけど、夕方になって、かなり日も傾いてきたわね。途中でゆっくりしすぎたかな。泉岳寺といえば、赤穂浪士の墓所で有名ですね。お参りしに行きましょう。さて、今日の目的は果たしたし、あとは品川に行くだけだな。マリサ、私、ゲートウェイ行ってみたい。そういえば使ったことなかったな。せっかくだし、ゲートウェイから乗ってみるか。明るくて近未来的な駅ですね。利用価値については、これからに期待しましょう。ということで、全国津々浦々探訪、第1回は東京編をお送りしました。次回は、横浜に向かいます。Twitter のアンケートで、交通手段が決まるので、投票お願いします。あとルールを変更させてください。いいねとリツイート以外に、YouTube の動画での高評価の数も加えるということでお願いします。0票だったらマリサは、中華街のご飯抜きね。勘弁してください。